おはようございます、金ちゃんです。今日の動画は、誰でも簡単に売り上げをアップ。できるを動画にしました。皆さん野菜作りで、売り上げが上がらない。どうしてあげたらよいのか悩んでいませんか？それは、戦略がないからです。あげるための。準備ができていないからです。昨年の実績をもとにして、内容の分析をして、係数管理をしないと。何をしたら売上が上がるか全く見当がつきません。そこで、チャンスロスを使って売上アップの紹介をします。チャンスロスとは、本来あれば売れるのに品物がないので売り損じていることです。だから、商品があれば、簡単に売れる。利益を得ることができるのです。こんな簡単な売上対策はありません。具体的に僕の販売している野菜について、話をします。ご視聴ください。今7種類の野菜を販売しています。この表は1月5日から12日までの実績です。毎日の野菜の売り上げを表にして係数管理したものです。数字の埋まっていないところが、本来なら売れる。ところが商品がないから売れないのです。この空白に商品があったら、当然売れるはず。です。仮に予測数字を入れてみました。すると、実績が 25,200円に対して、チャンスロス。が 43,000円となりました。かなりのチャンスロスが出ていました。売上を上げるには、このロスを減らすことです。単純に生産数を増やして、この空きスペースを、埋めるだけで、売上を 200% にするのは可能です。少なくても 50% はアップします。実際にこのような表を作って実行してください。売上はすぐ上がります。チャンネル登録とベルマークをプチしてください。よろしくお願いします。